今回さ、スキンさ、全体的にかっこよくない？これね、ちょっと考えてた天才ですね。つけまーす。やべえ、スーパーレアとは思えんぞ。かっこよすぎる。やばくない？かっこよすぎないこれ。セルガー！ペイトゥーウィンすぎる！なんだこいつ！俺たちが求めてるのは、あ、ちょっと治ったんですか？治ったらしいよ。ねえ、やってみた感じ、すげえ聞こえた。どれだ？これか。これを買っていくぜ。で、さ、これ買うときさ、これあれだよね。このさ、70% オフとか買ってくのが一番安いんですよね。なんか今んとこ、多分これ以外ないと思うんだけど。じゃあこれ買っていきまーす。ポチー！いやー、素晴らしい。これを購入してるときが一番楽しいんだ。だけどな、俺最近ちょっとガチャガチャの運をな、使い果たしててな。なにこれ、誰これ？これ誰？誰？これ全然わかんない。これジブラルタのかな？誰？誰かわかんない。イベント来てるんですよ。こんにちは。証券ありがとうございます。いつも動画拝見させていただいてます。ありがとうございます。うわー、これやばい、いらねえ俺マジでさ、これさ、つけないんだよな。せっかく持ってるんだけど。いや、多分当たん、あれ1回で当たるとかあんだっけ。そんなあったっけ。お、これは誰ですか。フレーム、あ、汎用だ。誰のってわけじゃないのか。フラットメタル2回で見つけた？強すぎ。運良すぎだろ。おー。今回さ、スキンさ、全体的にかっこよくない？なんか、普通に買う価値があるというか、運が良ければ出るって聞いた。あ、そうなんだ。やば。みんな運試しした方がいいよ。コンスプの。今シーズンの運試しした方がいいよ。なんかさ、俺、最近さ、スキンめちゃくちゃかっこいいの多いなって思ってるんだけど、これやばくない？俺好きよ。レース、帽子スキンなんてあったっけ？ああ、あったわ。魔女というか、あったわ。いや、いいなー、レースいいね。あ、ほんとだ、書いてあるわ。サーペントスティングってのが 1% で出るかもって書いてあるわ。じゃあ俺もちょっと運試しするか。まあ、どうせ全部買うんだけど、全部買うんだけどだね。これはね、これいいな。強そう。でもなんかヒットボックス小さく見えるね。かっこいい。次はこれが4パック目。こんにちは。今、私は、運試ししてます。この、サンペンとスティングみたいなのをね、ゲットしに行こうかなと思います。こんにちは。まあ、どうせ買うんですけどね、全部ね。これパスワインダーっぽいな、汎用だけど。やば、買いならしてんだけど。なんか、カウボーイって言ってたけど、本当にそっち系かもしんないね。かっこいいじゃねえか。でもなんか、おっ、あ、びっくりした。焦った。音だけで判断してから。え、しかも全然関係ねえ。多分この真ん中がさ、あれだよね。今回のさ、多分、イベントのやつなんでしょ？全然関係ないとこ出てんだけど。これちょっといらないな。こっちは。今回好き、かっこいいよね、全部。わかる？めっちゃいい。じゃげー。またかよ全然関係ない、俺出た。すげーこっち来るんだけど。こっちは、エヴァ8。あ、でもいいな。スーパーレアなのね、かっこいい。最近スーパーレアの質もいいよな。まあさすがに見た目変わるようなスーパーレアってのは少ないんだけど、たまーにあるんだよね。スーパーレアなのになんかちょっとゴツゴツしてるとか。これがすごいいいわ。タイミング。よすぎー！落ち。俺といえば、ユーキャッスル。だから最近はマギーになってます。こんにちは。コレクションイベントのジビエのスキン。わかる。おー出た！あのさ、最近っていうか、コンスプの、コンスプじゃねえ、今のイベントのさ、スキン、全部木製じゃん。めっちゃかっこいいよな。これね、ちょっと考えてた天才ですね。つけまーす。スパルジェ飛行か迷ってるんですけど、どうしましょう？買いましょう。迷ってるときは買う。もうこれです。確かに AK みたい。まあまあ可愛いでしょう。いやー、俺当たんないかも。見える。俺こういうときのガチャガチャ運結構ないんだよな。これは？これはバンテージだ。いいじゃん。しかも動いてんぞ、これ。証券、ありがとうございます。こんにちは。いいな。いや、これ俺欲しいな。そうだね。多分2万9000いくつだから多分3万あれば全部買えると思う。多分大丈夫、皆さん。キャラクターがだいたい26体とか27体いるんで、3万で買ったらそれかける3になるんですよ。まあ、つまり、72万円ぐらいの価値があると思っていい、こいつには。そう行きましょう。これめっちゃいい。ね、皆さんね、これおすすめを買うの。めちゃくちゃ安いと思っていた方がいい。下の白いやつって、千と千尋の神隠しでイベントにいたやつですよ。いたな、そういえば。守ってくれるやつね。守ってくれてんのか分かんないけど、こう、用意しようって言ってくれるやつね。買いましょう。
あのね、値段で安いから買うはあんま良くないんだけど、いや欲しいけどどうだろうって時はね、買っちゃった方がいいよマジで。こんにちは。いやなんかね、声が入んなかった。で、ライブやめた。これは、1週間ぐらいかな、あと。無料で出ました、強すぎ。これ絶対あれだろう。絞ってるだろう。くそ。いや、チクショー、ダメだ。残念。でもかっこいいからいいや。かっこいいけど、これさ、これあれやろ。あのさ、いや多分金払うやつには絞ってる、最後まで買いなっつってこれ絶対そう、お前多分金払うだろうから、まあお前は出さなくていいやみたいな、多分そういう感じバレてる、俺多分運営さんにバレてる、こいつ多分絶対買うわみたいな買うんですけどね、で 22% オフのやつがあって、はい、無料で出るんだね、マジで運よ、絶対あるあるだよな、こいつなんかよく金使ってんだよなみたいな、金払いいいな、金払いいいし、ちょっとやっとくかっつって、お、スーパーレアだった、俺絶対そうだよこれ、俺で一票だったことないもんこれで、一応全部買う、いやクラフトメタル俺一個しか使えない、うおー、レジェンダリーがいっぱい来た、全然関係ねー、横じゃねえかよ、あ、これさ強いんだっけ、くそやべえ、どんどん取られている、あ、これ俺持ってなかったのか、いいじゃん、後でつけようと、やべえよ、どん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 絞られていく、でこいつが本体は、え、かっこよ、やべえ、スーパーレアとは思えんぞ、かっこよすぎる、こんにちは、なんだこれ、え、めっちゃいいな、なんかさやっぱさスーパーレアっぽくないよねこれ、かっこいい、配信ありがとうございます、なかなか行けなくても一番楽しんでる、やべえ俺楽しすぎる、初見ありがとうございます、ダイソン、うわー、これ赤いのがでもかっこいいからいいや、おおお前かジブラルタル、お前ヒゲどうしちまったんだよ、でもこいつ結構さこう見るとめっちゃかっこいいなあのさジブラルタルのイメージさ全然分かんなかったけどさ、このスキンのさジブさめっちゃイケメンじゃない、超かっこいいんだけど、え、でもなんか、こいつさ、顎どうした、うん、なんかこいつさ、もう拳でやりそうなマリオだな。強そう。え、かっこいいな。いや、そろそろ当たる気がする。頼む。そろそろ赤い。ダメだ。俺はレジェンダリー愛されてる。あ、出た！モザンビーク。これかっこいい。え、なんかさ、やっぱあれだな。そういう系なんだな。わかったわ。だから木製なんだ。カウボーイとかだからそういう系だ。かっこいい。いや、いいな。ね、C っぽいのやられた？それはね、ありますね。なんでかっていうと、あれです。スイッチ改造してできるらしいんで、俺木製でいいわ。ずっと。かっけー！これ何？これエコー？いや、エコーにしちゃでかいな。誰だ？わかんないね。フライヤーか、これフライヤーだな、いや、かっこいいの多いな、やべえよ巻き上げられてる、ダメだ、絶対俺全部使う、え、また関係ない、また関係ないの来たわ、こっちかよ今度は、そう、足音直ったらしいよ、あ、かわいい、これ何、ホロサイトか、ホロサイトってかホロか、つけとくか、さ、重要指名手配、いや汎用か、そろそろ来ないかな、うわこうねこうねうおーかっこいい、出た、ペイトゥーインウィンなのかわかんないって言われてるやつ、まあでもなんか割と細いっちゃ細いか、あーどうなんだろうこれ、かっこいいっちゃかっこいいけど、いやーどうなんだろうこれ、でも意外と小さいな、割と細いですね、結構これペイトゥーインかもしんないけど、まあこの光線の方が強そうだけどな、これいいね、開けるしかねー、お、やべえ、あともうちょいで終わる、まずいぞ、初見ありがとうございます、これかっこいい、やべえ、巻き上げられる、でもそれでいいもう自ら絞られに行くわ、でねー、いやクラフトメタル俺ね2000ぐらいしか持ってないんだよね、でもこういうスキン持ってきゃいいんでしょって、お、待って、何これ、なんか新しいの来てる、え、何これ、
え、プレイいけると思うよ。すいいな。え、てか今マスター、え、マジ、え、待って、もうさ、あれなの、プレデターさ、埋まってんの、つけとこ。え、やばば。え、これは、あ、これは関係ないね。木星だからこれかと思ったけど、これ関係ねえな。おちゃー。え、もう埋まってんの、多分スプリット変わっちゃってるから無理だと思うよ。もうスプ2だね、今は。だから多分プラチナ2じゃないかな。おー、かっこいい。クレーバーでしょ、これ。すげえ。いいな。いや、やっぱ木星は大体いけるわ。そう、アヒョウトね、あれだよ、アップで入ったって。おちゃー。いや、かっこいい。つけとこう。俺、今回のガチャ好きだわ、全部。面白。俺、プレデター目指すの？大変すぎ。おぉ、俺、ハゲちまうよ。お？これは？今回のやつ？え、かっこいい。え、でもなんか、ちょっとハゲてる？なんか、怪我してない？ここ。セロハンテープみたいなの貼ってある。セロハンテープじゃねえや。絆創膏か。え、かっこいい。これもつけとこう。と、え、めちゃくちゃ良くないか？え、全部いいんだけど。え、今んとこ、これはいらないかなーってのがないな。かっこいい。そうなの？お、これかっこいいな。パワーコイルじゃなくて。え、これさ、ペイトゥーウィンかな？あれ？これ、あれ、先っちょがないぞ。かっこいい。当たった。なんか、エコーがイチゴ食べてた。これめっちゃかっこよくない？え、なんか、今回本気出してますね。やば。え、今回マジスキンいいな。2800か。あと何個回したらいけんだ。やべえ。俺もう残りが少ない。まずいぞ。これペイトゥーウィンスキンか。え、まずいぞ。そろそろ俺、全部使わされる。まずい。来い。ダメだ。見えない。もう俺赤いあれが見えない。赤い光線が見えないよ。あ、でもかっこいいから許す。これは、強そう。すごい、お団子3つついてる。これサザエさんじゃん。かっこいい。いや、なんかやっぱね、マスク系いいな。しかもちょっとピンクなんだね。すげ。かっこいい。36？ あるらしい。なんかね、1回で当たったって人もいるね。1回で当たったとか、2回目で当たりましたって人もいるし。だから、皆さん、運試しのお時間です。運試しのお時間。そう、皆さん、運試しに行きましょう。何これ誰？これは？縦型のサザエさん、怖すぎる。ねえ。いや、見えるなぁ。みんな運試ししよう。そう、人によってはその 1% を叩き出す最強がいる。あれ、サザエさんと一緒じゃないんだっけ？だからエコー今回本気出してんな。なんか毎回エコーなんだけど。ネッシーとエコーめっちゃ組んじゃん。これもつけとこうかな。くっつけですか。めっちゃホロサイトやね。ホログラムみたいなやつ。エコーくるな。出たー。買おうかどうかすげえ迷ってるやつ。だけど、メインはこっち。やっぱスーパーレアじゃないな。なんかレジェンダリーっぽいんだよな。そう、なんかちょっと劣化させたレジェンダリーって感じ。すげえかっこいい。ありだな。フォロー。悪くねえな。いや、いいな。G7 もいいスキンだな。最近俺 G7 ハマってるんでね。こういうスキン出るの助かるぞ。かっこいい。これは？あ、ダメだ。もう見えねえわ。俺、もう赤見えないわ。はい、かっこいい。かっこよすぎる。お前どうしまったんだよ。おめでとうございます。初見、感謝です。え、かっこいいじゃん。いや、みんな結構当たってるね。G7 ね、めっちゃ強い。いや、あれやばいね、ほんとに。止めつけとこ。これだったら多分40代って言ってもおかしくはないな。え？しょぼ、なにこれ？あー、そういうこと、びっくりした。びっくりした。しょぼすぎやろって思った、今一瞬。焦った。びっくりしたぜ。あれか、終わったのか。え、なんでそんなしょぼいのって思った。こうね。こっちね、こっちね。あ、びっくりした。あ、ルナ様。これは、70! なんだこれ。70個かな？ありがとうございます。あ、ボタン間違えた。
リボーション俺あんま持たねえけど、え、絶対これ、グレネードランチャーやん、これ。絶対違うやろ。なんか、光景が違うぞ。でかすぎやろ、弾。誰の？誰のじゃないんですよ。全員のです。全員のスパルテなんですよね、今回ね。とてもとても素晴らしい。こういう配信は見たら、基本出る？やべえ、俺出ねえよ。あ、そうだよ。聞こえるよ、今。やべえよ。最強だよ。いやー、これ出ないっすね。そう、ランページぐらいだよな。ちょっとでかすぎないか、あれ。これ誰？これは汎用か？ああ、はいはい。そう。ラスターソードとかコバルトカタールとかね。ブリーチ、あの、ワビスケね。デスパレジェコねー。見えねえよ、俺。ダメだ。レジェンダリーしか来ない。次出るんじゃないですか？多分それも確定演出じゃないの？かっこいい！つけよ。え、やばくない？かっこよすぎない？これ。すーごー。最近ね、スパレジェ全部買ってんだよね。もうね、かっこいいから。運営さん、頑張ってください。つってね。終わるー終わるよー。これで終わりか、ラストか、これ。じゃんじゃんじゃん。初見、ありがとうございます。ダメだ、全部絞り取られた。 GG だわ、もう始まっちまったよ。グッズいいだろう。上さん取ってけ。上さん、これをちょっと運営資金に回してくれ。頼んだぞ。あ、これかっこいい。これマットマキーとかと相性良さそうだね。こんばんは。いや、なんか俺金色のタイミングというかさ、金色よく出るな。おお、かっこいい。なにこれ、これロングボウか。なんかあれだな、ゴツゴツしてんな、すごいな。待つけど、ベータ粒子じゃなくてこっちにしよう。で、こっちは、おお、木星ですね。やっぱ木星系かっこいいな。木星いいわ。これもつけとこうかな。最近俺リピーターも結構持つんだよね。リピーターとか G7 あたり持つわ。杖普通にマットマギーとなんか相性いいわ。え、あー、ん、うおー、出てしまった。なんということでしょうか。全部購入で29,300とか800だった気がするから、まあ3万円ぐらいかな。足音はあのバッテリー巻いてる最中とかだったかな。だったら食らわない。え、これいいな。え、かっこいい。なんだこれ。俺ガチャンって開いた後、これもう絶対ワビスケじゃん。で、俺さ、こっちもいいんだけど、俺こっち、このさ開いてない状態も結構俺好きだな。つけよう。で、なんだっけ、全購入。そうだね、かっけー。しかも皆さん、これ見てください、カスタマイズあるんすよ。あ、これか、ここか、これの、あー、これだ、見つけた見つけた、これだ、これを、うわー、買わされるぜ。すべて取られた。いいだろう、買います。いいでしょう。あ、でもさ、これ思ったけど、20だから天井すれば絶対買えるんだ。あの10と10だから20もらえるんですよ。うわ、でもさ、俺このあと50さ、何に使おうって感じ。だって俺もうさ、あと47日でさ執行しちゃうんだよね。ちょっとさっさと来てほしいな、買うから任せろ。でも最近マットマギーと、マットマギーよく使ってるんで、こいつもつけとこうかな。格闘な、ランダムにできたらいいんだけどな。どこですか、これか。装備カスタマイズ、倒すと補充やつで3万落ちないから、なかなか落ちていない。こうか。あー、もうこれは合体してるんだ。で、ここだけ変えられるのか。これつけとくか。フラットレードは全部持ってる。そう、射撃で見ようぜ、せっかくだし。え、かっこいい。ちょっとバルキリーもつけておこうか。え、なにこれ、ん、クリプトの試練。あー、クリプト解放か。まあ、いや、いらね、持ってるし。そうなんすよ、こいつ変更入って最強になった。あ、そうなの。どうしよう、もらおうかな、それ。ちょっとなんか、でもめんどくせえな。ちょっと待って。モザンビークだけつけておこうかな。モザン。これか。ポリッシュパニッシャー。新モードリスポーンできるのに、即抜けする人多くて試合になりません。なんかさ、なんでさ、あれなんだろうね。なんでみんなさ、抜けちゃうんだろうね。なんかリスポーンさ、なんなんだろう。リスポーン状態にしてるのになんで、音良すぎる。
と3人称、こんな感じか。初見ありがとうございます。一瞬寝てた、マジ。あ、なんかすごいコンパクトというか、あ、いいじゃん。あ、全然いいじゃん、悪くねえ。はいはいはい、いいじゃん。これね、わびすけですね。で、走ってる時は、あ、邪魔にならないね。あ、邪魔にならないわ。あ、すごいすごいすごい。こんばんは、お疲れ様です。あ、しかも回転させても邪魔じゃないし、リスプ目はね、なんか、まあ、みんなが楽そうだったね、結構。切り込み。とりあえず、モーションは左下から右側の切り上げだけか。あと、走ってる時のモーションか。あ、走ってる時のモーションが2個あるわ。はい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 。で、ジャンプは上から切り上げ。下は、こう、なんか、面白いな。ゴンってやるんだ。はい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 。これいいじゃん。邪魔になんないな、これマジで。なんかさ、バスターソードとかってさ、もう、なんだろう、2割ぐらい埋めちゃってたのよ。だけど、これいいところが、この右側に隠れてくれるところ、まず走ってるとね。で、スライディング時にこう、わかる？下にやってくれるって、これすごいいいわ。いいじゃん。これでさ、見づらいって言ってたら、もう多分、パスファインダーとか使ったら終わりだぜ。バスターソードやべえよ、あれ。マジ、あと音がやばい。ボン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 って言うから、あれマジやばいね。マットマギーで持ったら、あれかな、歩き姿は変わんないのかな。歩き姿は変わんない。あ、歩き姿変わんないんだね。なんか弓持ってる時となんか同じような。待って、これ、デカキャラも？あ、デカキャラはデカキャラなんだ、ちゃんと。ああ、素晴らしい。いいじゃん。チビキャラ。落ち着いて、すぐに行く。あ、違う、俺持ってるキャちげえわ。つけてなかった、そういえば。そうだ、そうだ。なるほど。コバルト、カタールト、どっち好みですか？俺どっちも好きだな。なんかちょっとね、優劣つけがたいな、これは。難しいな。バスターソードな。最初はつけてたんだけどな。あれだと取り出しモーションが遅すぎてな。走り方は、変わんない。走り方は変わんないね。だってことはまさか。ああ、かわいい。なんてことだ。なんてことでしょう。かわいくなっちゃった。どうしちゃったの？すごい。待って、ってことはさ、これさ、結構これ逆転かもしんないな、これ。あの、ホライゾンとかも多分これ足の速度これ変わるだろう。多分これうるさくなるな。ホライゾン使いからするとワンチャンあれかもしんない。あの、フェイトルーズかもしんないね。まあ、うるせえな。これ、回すのうるせえな。今度は失敗しない。いや、これすごいな。みんなよく回せるね。あのさ、うるさすぎない？なんだろう。みんなこうやってやるけどさ、超うるさいぞ。これ、耳が崩壊する。これ、よくみんなこれできるね。回転させてもなんか、全然、うるさすぎるな。だったらこれで十分だわ。このスライディングで、こう、これぐらいくるってなるぐらい。あ、で、武器眺め見とくか。配信、お疲れ様です。え、俺、この状態使いたいな、俺。うわぁ、お前、殺すんだよ、お前。いや、だからだよ、みんな。え、だから、ちょっと聞こえねえんだよ。音量上げろ。だからだよ。え、効果をマックスにしねえから聞こえねえんだよ。いや、だって、この音がうるさいから下げるって意味わかんないからね、本来。他になんか申し訳ないのかな。こんばんは、買った。買いました。あ、なんか出てきた。絶対100%した方がいいって。え、だから聞こえねえんだよ。今シーズン音聞こえませんって言ってたけどね。なんかいいヘッドホンとね、あれ買った方がいい、絶対に。大好き？ありがとうございます。しゃがんでも別にモーションは変わんないのか。しゃがむとモーション変わる系もあるんだけど。お！セルが、お前セル1個消費すんじゃねえよ、お前。何やっとんだよ、お前。これ3万ですね。これ誰と誰なんだろう。これアレクサンダー・ノックスだからあれか。ああ、1個しかないな。申し訳こんなもんか。3個ぐらいかな。コバルト・カタールでもいいと思うよ。なんかどっちもいいな、これ。かっこいい。ガス落ちだと、なんか変わるらしいね。あー、めんどくせー。一括でつけさせてくれ、マジで、これ。だるすぎなんだけど。いやー、逆ですよ、逆。
いろんなキャラクターのやつを買うより、こいつ1体買ったら全キャラしけられるって考えると、何体だ ?26 体かける3万。安っ、安すぎる。あまりにも安いぞ。買うしかねえな、みんな。ね。あ、つこめ。ありがとうございます。リシックはね、3万ぐらいだね。かっこいい。取り出しもかっこいいな。あ、出た。誰を狙うんだろう、これ。殴った。怒ってる。これかっこいい。いいじゃん。あ、ちょっと、とりあえず、しゃがみマーションない。あのね、多分これがしゃがみモーションなのかな、ワンチャン。ああ、セール1個消費しちゃって、まあ。俺好きだな。俺普通に好きだわ。で、ヴァルキリーがすげえ変わったんだよね。あのね、マジで昔に戻った。で、あとさ、俺後でちょっと動画出すんだけどさ、これやばいのがさ、スロー食らわなくなってんだよね、ヴァルキリー。これいくよ。ほら、わかる？これやばくないこれ。あのね、こいつね、昔に戻ってんだよね。え、マジで強いよ。ヴァルキリー。なぜか、スロー効果もなくなってる。そう、前は、飛んでる最中に食らうと、スローかかっちゃったんだけど、ちゃんと食らわなってんだよね。いやー、これマジですごいな。5人倒す進化する。あ、そういう系なんだ。どうやってこれ進化させんの ?5 体。わからんな。これ、あれかな、殴って倒すと進化するのかな。配信、お疲れ様です。進化してるように見えないな。あれかな、射撃訓練じゃダメなんかな。前は射撃訓練じゃでも進化したけど、まあ、あっちしようかな。実践しようかな。どっちかっていうと。モザン。あと、ウィングマンも変わったんだっけか。そう。ウィングマン。まあ、ウィングマンは、かっこいいな。降りれないからな、あれ。結構困る。おー、まあ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 。悪くないね。マジ？ペイトゥーウィンすぎる！なんだこいつ！ガチペイトゥーウィン来た！え、やばくない？え、これ初めてだよ。これモザンでこんな見やすいアイアンサイト。こっちはまあまあ見やすい。こっちやばいわ。これえぐいわ。え、やばい。え、モザンビークマジやばいんだけど。え、ガチのペイトゥーウィンじゃん。え、見やす。え、これずるじゃね？最強じゃん。え、みんな買った方がいい、これ絶対に。え、絶対これ買った方がいい。え、やばい。アイアンサイトが英知国サイト。本気出してる。え、このモザン今回のやつ。え、見やす。え、えぐくない？あと、ちゃんと、ほら。え、これは、いや、モザンだけは多分ね、買った方がいい。あれで、初動ファイト。これは言うて変わんねえな、さすがに。え、強。秋元変わんないね。秋元は緑部分がなくなるわ。で、片方にすると緑部分が追加される、ほら。え、これ緑部分なかったぞ、前。なんだこれ。そう、アキンボ、だからアキンボがない状態ってやっぱあるんで、どうしても。その時に戦えるわ。そう、一丁でもファイトキャラする。うわぁ、これありがてぇ。モザン敵がさ、隠れちゃうからすげぇ大変だったんだけどさ。隠れないわ、これだったら。強ぉ。え、多分ね、俺修正入ると思う。あ、でもウィングマンが変わんないから、変わってないから多分大丈夫だと思うよ。じゃあまずディボーション。ディボーションが、変わったんで。いやー、でかい。絶対でかい。え、そうだよ。明らか、玉がでかい。明らか。玉じゃないのかな、これ。コイルみたいな感じかな。チャージ状態で見たりとかは、なんか意味あんのかな。別に意味はなさそうか。ターボチャージャーがついてる状態だから変わるとかもないのか。いいね。で、次変わってんのは、ちょっと待ってね。301も見たいわ。ちょっと待ってね。これはフレーバー。いやー、コツエッグ。なにこれ、熱すぎだろ。え、かっこいい。今回のスキンマジいいな。弾でかっ。でかすぎやろ。なんか大砲みたいだな。やば、これ打ち出してんのか。待って、これさ、打ち切ると消えんのかな。
2、いや、さすがにそこまでは作り込まれてないか。さすがにだな。条件ありがとうございます。よ、S8 が一番強かったよ。ああ、なんかみんな使ってなかったけど、俺あの時で一番強かったね。あ、でも俺、あの時俺確か俺キルレ15とかあったもんな。そう、一番強かったね。ヘッドショットマイルス2倍でしょ？当たり判定今の15倍ぐらいでしょ？そう、あの、バレルすぐ前だよね、だから。そうで、威力が18でしょ？弾無限になってる。面白すぎる。で、固執精度もマックス、ADS しなくても当たる。今みたいにね、いきなりもう絞れるとかね。リピーターもか、変わってんの。あー、リピーターもかっこいいですね。木製ならやっぱいいなあ。あ、消えちゃった、最悪。これあれか、降りるだけでも変わんのか。で、ヘッドショット倍率が2倍だから、一発36回ったでしょ。で、エネルギーアボも結構余ってたし。いや、強かったなあの時は。もう、オクタンエルスターとかも、もう、いかれてたね。301じゃねえや、こいつか。こいつはどうだ。おお、見やすい。スパラじゃねえ、ちょっと配信戻すと見えるよ。かっけー。そう、10秒前ぐらいかな、多分。あー、そう、強えぞー。最強すぎる。オルタネーターは？いや、オルタネーターもかっこいいな。お疲れ様です。マルキリでもういろいろ変わってんの見たわ。かっこよすぎる。うわ。音気持ちいい。熱いな。で、モザンは、まあ、これは変わんないか。日曜持ちでミラージュとかで持つと変わんのか。あ、違うんだ。ちょっと見る感じや。こいつアイアン変わってんの。あ、ほんとだ。なんか、悪くねえな。確かに。あれ、なんかさ、どの、これ、このタイプあったよな、前。なんだっけ？なんかあったよな。確か。威力低っ。ガチャ引いたわ、ほら。来てしまった。あの、これで俺は無敵ですね。もう相手をこれで殴り倒します。ちょっと、今日はあれだわ、コントロールモードで倒しに行くわ。これだけ戦う、俺。ね。こんなもんか。あと、ロングボウは違うか。リングマンも見たか、さっき。そう？あれ？コバルトカタールも3枚ぐらいじゃなかったっけ？コバルトカタールもバスターソードもさ、そんなもんじゃなかった？確率高いっけ？なんか違うんだっけ？いつもと。こんなもんか、全部。だね、アビリティがね、当たり判定がおかしいわ、こいつ。だから、撃ったら当たる。これも強えな。で、ウルトもやばいね。壁貫通して見えるのね、普通にえぐいね。いいじゃん。はい、ということでね、まあ、ここら辺が、まあ、今回、動画っていうところかな。で、じゃあ私はこれからね、エイム練習するし、そう、なんかさ、36個だから、安いっていうか、安くはねえけど、変わんないと思うんだけどね、そう、マスターソードとコバルト買ったのと同じだと思うんだよな。あ、これあったよ、足音。オルタはやべえよ。あ、アイアンセットなんだろう、変わってんのかな。あ、同じだな、アイアンサイトは。全く同じだ。まあでも、まあ見やすいは見やすいね。悪くねえわ。エバックでも見えるね。そう、こいつはだから、多分、おそらくなんだけど、エバックタワー焚いてひたすら回転し続けるみたいな感じかな。こんばんは。シュンシュンさん的にバルのパークレベルすりゃどっち派ですか？右。あの、敵が見えるやつだね。貫通で見えるはね、結構エグいわ。あれどうだった？練習したいんだけど、G7 スカウトがない。私はね、ルーティーンやりますね。ルーティーン。私はこれをやらないと AM が終わってしまうんだ。モザンビーク2丁と、